こんにちは、サータンでーす。今日は、じゃーん。コストコのストロベリートライフルを食べていきたいと思います。もうこれめっちゃ楽しみにしてた。やばくないこれ。前のティラミスの動画を出した時からずっと食べたくて、やっと今日買ってきたんで、早速食べていきたいと思います。いただきまーす。もうこんなでかいケーキをスプーンでね、すくって食べるなんか夢ですよね。やばい、めっちゃ美味しい。これはね、もう幸せすぎる。もうね、もろショートケーキです。めっちゃ美味しいわ、これ。多分このいちごがあるから全然軽いと思います。うん、やっぱこういうね、甘いのにフルーツ乗ってるだけでさっぱりするから食べやすい。今日はコーヒーを用意しました。最高。もうほんま減量するの嫌なんですけど。めっちゃ美味しい。これはやばいわ。多分ね、ティラミスより軽いかもしれん。うん、いちごもこういうケーキに入ってるやつとかってケーキが甘いから、いちごちょっとでも酸っぱかったらめっちゃ酸っぱいと思うんですけど、これね、いちごもめっちゃ甘くて美味しいです。ちょっとジャムもついてますね、これ。スポンジはね、すごいしっとりしてます。うん、だって安いケーキとかってすごいスポンジパサパサしてたりするじゃないですか。やっぱコストコクオリティ高いわ。これはマジで美味しい。うん。うまー。いちごもね、めっちゃでかくない？一個一個がマジででかいんですよ。んーふん。やっぱね、これジャムだけやと私多分無理なんですよ。けど本物のいちごがこうやって乗ってることでマジでいける。もうね、多分これね、2個ぐらいいけそうな気がする。ホイップだけやばくない？うんま。こんなホイップ過去食べたことないわ、多分。いちごがね、マジで美味しい。
何も見ずに食べてたらなんかめっちゃ汚い食べ方してた。まあでも食べちゃえば一緒やしな。これカスタードも入っとったら最高やのにな。絶対カスタード入ったら美味しいと思う。減量まであと2ヶ月ちょいって考えたらほんま早いわ。なんか今回こうやって大食いとかですごいねオフ楽しめてるから次の減量マジうまくいきそう。やっぱメリハリが大事やと思うわ、だいぶね、なくなりました。あと4分の1ぐらいですね。残り食べていきたいと思います。待って、今さら気づいた。カスタード入ってる。全然わからんかった。ラスト一口いただきます。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はコストコのストロベリートライフルを食べたんですけど、めっちゃ美味しかったです。なんか軽いなと思ったらまさかのカスタードが入ってました。まあ他にもやっぱイチゴが入ってることですごいさっぱりするし、あのイチゴがとにかくめっちゃ大きくて甘いです。ほんまに美味しかった。私ティラミスよりストロベリートライフルの方が好きかも。これでほんまずっと食べたかったんで、やっと食べれて最高でした。これはね、減量終わりとかも食べたいですね。それぐらい美味しかったです。なんでまあ気になった方はコストコで買ってみてください。では今日はこの辺で終わりたいと思います。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。サータンでした。